ごきげんよう、リオロスです。で本日もオリムシャマンやっていきましょう。はい、そろそろちょっとボス戦な空気が耐えたとよってんだよね。はしごある、登ります。とりあえず夢丸が囚われたままなんで、うわー、これムービーであったな最初に。え、誰、信長、誰どちら様めちゃくちゃでかい刀出してきて、え、この上で戦うんですか。あの、自分指でいいですか距離があるんで、ちょっと怖いんで指でいいですか。怖い、待て、盾で近づいてくる。まあ、いってちょ、待て、何もできんんだけど。まあ、こいつ距離詰めてくるの早いって。盾で防がれんな。ちょっと距離取って、これ剣じゃないとやっぱ無理なんじゃないですか。距離取っても盾で弾かれんのよ。これどうしたらいい。これ使ってやっぱ公園にして、あ、回復、やくそー。一個でもまだ結構回復すんな。これ力石、何、力石、体力の最大値を除去、使っとこうぜ。そういうのは先に使っといて。はい、次、これはあの、なんだっけ、かなでさんだか楓さんが使うやつだね。くのいちが使う道具、うん、蛍石。え、道具に共鳴しますと言われている。うん、なんだかわかんない、今使えるもんじゃない。持っているだけで効果が、あ、そうっすか。とりあえずダッシュで避けて、切る落ちる。背中がガラキですよ。体力せ、避けて、後ろに回り込んだよ。いや、剣の方がいいか。これでぐるぐる回り込んで、後ろから切るなり、ちょ、サイドステップ、あ、こいつサイドステップに弱いぞ、愚かだ。サイドステップ、ほら、どうした、あ、こっち、寄れない、全体攻撃はダメでござる。ちょっと待って、もう一個約束。サイドステップに弱いのはよく分かった。おら距離を、一旦距離を取る。よしシールドファッシュしてくんなこいつ。一旦距離取って、よし、ほら、え、避けられたんですけど私の渾身の必殺技避けないでくれます、そう簡単に。おっと、よしやっ、うわっ、待とうよ、まだ死なないの、お前。あ、盾壊れてんじゃん。オッケー、余裕でしたね。落とせ、蹴れ、ああ、いった。これで緑の扉が開けられるようになるのかな。やっぱりボス戦あったか。あ、焦る、ああ、いかにも緑の何かがある。白風を取った。これで風属性の武器が使える。おお、これがあれか、なんていう武器なんだろう、これ。刃が2つあるやつ左右に刃があるやつ。でこの金の社長、これ持って帰れない。これ、え、またこの武器取ったってことは、またこの武器とあの緑の玉のレベルを上げなきゃいけないってことだよね。あれ、これ私どうやって帰るの、これあれ、どっから帰るんだっけ、これ私どっから来た、これ、あれ、あ、そこのはしごか。ここから帰れる。よし、あー、セーブ、保存、強化。そうだよね、これもレベル上げとかないと
これによって開かない扉があるんだよね。だからこれ開けとかないといけないんだよね。これはもうレベル2にしとかないといけなくて、足りないでござる。せめてボス倒したらこれ1個ぐらい上がるぐらいくれてもいいじゃん。まあ流れてても飛んでてもこう取る余裕なかったけどね。ちょっとなんか出てこい、なんか出てこい。ちょレベル上げたい。あ、てか保存してない。待ってくださいね。はい、保存していきます。はい、よし、これでここが開くわけだな。はい。あれ、夢丸の声聞こえないけどどうした？あ、寝てる。寝てる。とりあえず話をしよう。あんま可愛くないなこいつ。なんか優しそうな顔するじゃん、サノスケ、サマノスケ。お姉ちゃん、お姉ちゃんは。お姉ちゃん、俺が知りたいぐらいだよ。なんで急に抱きしめる。何も心配することはないぞ。お姉ちゃんを抱きしめるならお姉ちゃんの方にしろ。心配するな、雪見は必ず助け出す。楓、楓ね、楓。雪見がどうしてこの子を可愛がっていたか分かるか。分からんよ、あんま可愛くないし。戦国大名の姫として生まれ、小さい時から政略結婚の道具として育てられた雪姫。いきなり説明始まる。一つもなかった。だから弱いものを見ると自分と同じように思え、放っておけなかったんだ。彼が起きる前にその話しとかばよかったんじゃない。なんで今やる。強いものだけがのさばりやがって。ほう、サマノスケ、サマノスケ、どうした急に。そうだ夢丸、お前の世界を見せてやる。どういうこと、何急に、何急に、どうしたの今。え、今瞬きしたよ右腕。叔父の光秀に進めるな。え、今語ること、それ。海の向こうで俺は、もう肌の色も言葉も違う多くの人間と出会い、ちょっと音声小さくない。日本では到底経験できない体験をした。ほう、なんか民族違うとこだな。え、そこに連れてってやろうっていうの、そいつを。梅丸、世界にお前の知らないことがいっぱいあるぞ。おう、自由がある、希望がある。どうしたのこのお兄ちゃん急に。それをたくさん見てこの国のみんなに教えてやる。どうしたの急に。何なの。争って戦なんかしてもつまらねえってな。ああ、何急に自分の夢をこの子に託し始めてんの。お、なんだ、助けて。女中、誰だお前は。本当だよ、誰だ。初姫様の腰元でヌイと申します。ヌイ、雪姫様が地下に。お、死んだ。しっかりしろ。生きてるか。そこら中に魔物がいる中でよく歩いてこれたな、はい、残された時間はあとわずかだ。そうなの。俺は雪姫を助けに行く、うん、この腰元と夢丸は頼んだぞ。分かったわ。頼んだぞ。なんだったんだ急に。サマノスケなんか自分の夢か、なんか壮大なストーリーを急に夢丸に語り出すという謎の行動に出始めた。あ、これ回転が早い。この技回転早い。いいねこの技じゃない、この武器いいよ、使い勝手が良い、レベル上げたいですこの武器。あ、もっと出てこいよ、いつももっとボロボロ出てくんだろ、出てこいよ、おい。あ、出てきた。いいよ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 。あ、人間、人間、おい、そこの人間、話をしよう。おい人間、とどめ。あ、とどめガードされた。話できる。あいつがいる間はできないのか。ちょ、え、これどうすんの、どう。あ、これ痛えな。あ、そっか、こういう時は自分も指を使えばいいってこと。痛えな。こいつうまいぞ。ちょっと走ってよけろ、走ってよけろ。よし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 、これでいける。あ、よし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 、あ、倒した。これで会話できる感じ。薬草を取った。あ、ありがとう。サマノスケ、かたじけない化け物が相手では我々はどうしようもありません。サマノスケ殿、用心のためそれをお持ちください。あ、で薬草もらった感じだよね、だよね。この辺になんか落ちてるわけじゃないよね。なるほど。で、どこ行くんだっけ。雪姫がどっかにいるって言ってたな。
それを追えばいいか。とりあえずこれでゲージ回収して、そろそろどう。はい、足りない。まあそっか、再開したばっかだもんな。さっきのお姉さんは地下に行って言ってたけど、これどっから地下に行けばいいのこれ。あれかな、あの右上のなんか水色のマークがついてるから、あそこに行けばいいのかな。いや、あれセーブだよな。あ、多分これのマークだもんな、これのマークだもんな。え、どこ行けばいいんだ。とりあえずうろちょろしてみます。はい。え、なんかまたボスいるし。痛いし、こっからの距離感わかんないんだって。距離感わかんないって言ってんだろうが。あ、よかった、回復出た、回復出た。そう、じゃあ地下探しておきますね。またボスですか。痛い。隠し細妙の書を拾った。4巻だ。ああ、この素晴らしい瞬間、ここにいる運命に感謝する。私の筆は感動で震えが止まらない。虹色の容器を走っている瓶の中から取り出されたのは幻魔の子に違いない。瓶の中で人間の血と闇が混ざり幻魔が生まれてたのだ。は？何？なんという神秘的な光景だろう。地上の生き物を全て下がってもこのような生まれ方をする生き物は幻魔以外にはいないだろう。え、なんか幻魔に見入られてないこの人。かつてこのような光景を目の当たりにできた絵師がいただろうか。私の未熟な技をこれほどまでに悔やんだことはない。手の震えよ、止まるのだ。語られる真実はこの私の手にかかっているのに。西明、西明さんがちょっと壊れてきてない。なんで幻魔の生まれる瞬間見て喜んでんのこの人。やばいな、うん、ここで見つけたんですけど、とりあえず地下に行けない。地下に行って言われたけど、地下どうやって行くんだ。ちょっと探してます。はい、まだまだ探してます。あ、箱あんじゃん、箱あんじゃん。ゆめまるが寝てたとこに爆裂弾。違う違う。なんか地図かその辺のが欲しいのよ。爆裂弾って何。え、ここじゃないの。あれ、どこ行けばいいんだこれ。なんかいろんなもんあるけどな。あれ、本当に迷子だ。まあおかげで経験値めちゃくちゃ溜まってきてるんですけど、なんか取り忘れない、ないない、取り忘れ。だって天守閣行ってももう何もないよね。本当にこの金のシャチホコなんかない。ないの、この壊れてるとこなんかない。ないか。あれ、どこまで行けばいいんだ私は。迷子です、迷子侍。あ、ここか、ここか。ちょちょ、まま、おい、見えないとこから切るんじゃない、バカだれ。ここか。あれ、レベル上げてるかこれ、足りる。レベル中央に水晶のようなものがはめ込まれている。水晶の中で雷が巻き起こって、あ、雷上げていない。だから上げとけって言ったのに。あー、雷をレベルにしなきゃいけないんだな。そのためにここにザコいっぱいいんだな。オッケーオッケー、こいつらこいつら、痛い痛い。こいつらで稼いで弾のレベルを上げるんだ。頑張れ頑張れ。なるほどな、ここ行ったり来たりして、うん、レベル上げよう。ここでも出る。よし、いいぞ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 。あれの糧となれ、糧となれ。よし、いいぞ。こいつらほとんど経験値くれないんだ。よし、これでここの部屋にあるから、ここをとりあえず行ったり来たりしてればいつかは上がるはず。今日か、先にあのこの炎竜剣レベル3にしちゃったんですよ、つい。つい、これでしょ、試練を。あれ、でもレベル2になってんの。あ、これ装備しときゃいいだけか。あ、しまった、なってた。なってた。これ装備しておけば開くだけか、あれ。あ、しまった、なんか久々に違う色の扉見たから忘れてたよ。もうレベル2になってたわ、最初にしたような気がする。さすが私、いくぞー。でももういい、もうもう君らの出番はない、君らの出番はない。もうもういい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 、はい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 。あ、オッケー、ういー、やっと進んだぜ。5分ぐらい迷ってた。でこの辺も結構切ってるといろんなもん壊れるんですよね。え、なんもないの。あーだーだー、壊れる前に僕が壊れちゃう。壺とか壊れる前に僕が壊れちゃう。待て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 
ふいふいふい、この時はそうだ、レベル上がってないからいっぱい切んなきゃダメなんだ。ちょっと戻そう戻そう。レベル的にはこれが一番強くなる。これだったら3回切るぐらいで倒せるんですよ。お、かっこいい。後ろに回り込んだから出たのかな。時々狙ってない技出るんだよね。うん、かわす瞬間なのか相手の攻撃の瞬間なのか何かしら出る。ほら強いこの剣。はい、でもレベル3でマックスってことは結構簡単にマックスにはできるんですね。うん、レベル10とかぐらいあると。おー、なんだ青龍の書か。また違うの来た。愛の書誰今度は。何者なんだこの信長という猿は。普通の猿なら、あ、猿って言ってるからあれか、玄魔か。あれだけの玄魔の血を体に注げばとうに死んでいるもの。我らが高尚なる玄魔の血とこれほどに相性が良いとは何とも不快な話だ。元ころ、もともと玄魔と合体するあれか適性があったのか信長は。しかもこの信長め、過当な猿の分際で卓越した頭脳と野心を持っている。まあそらそうだよな。そらそうだ。再生した体を見ても驚かず14プラス、え、何急に横文字きた。14プラス様の前でも恐れず忠誠を誓い同族を生贄とする契約を平然と結ぶ油断ならん猿だ。まあよい、信長が生贄たちを捧げ続けるのなら研究材料の猿にはことをかくまい。あ、14プラス様ってあれかな、あの特撮の B級特撮のボスみたいなやつか。この間出てきたやつだな、うん、ちょっとフレンドリーね。うん、なんか玉が3つある。何、玉の中で炎が揺らめいている。うん、え、あれ私が炎を装備してたからここが開いたってこと。入っていいってこと。え、なんか入っ、あ、入れた。玉の中で雷が巻き起こっている。え、じゃあ雷も装備しろってことなし。え、全部のレベル上げてこいって話これ。ひょっとして全部レベル3にしないとダメってこと。開いた。え、あとはじゃあ緑の、あれでも緑も確か上がってたよな。上がってたよね。白風に装備してで、どう。開いた。もういけんじゃん。やっぱ上げとくもんだなこういうのは。オッケーオッケー。で、すぐ変えよう。やっぱレベル高いやつが一番いいからな。で、この中に雪姫がいるというわけ？何この怖いお風呂。お風呂？お風呂だよな、これ。ん？で、どこにいるんだい？え、もうセーブ？約束取った。はい。ん？これ切れる？お、切れた。いやでもむやみやたに切っていいものかどうか。古めかしい用紙の本が並んでいるが俺には読めないな。読め。もっと学んどいて。まあ、武術ばっかりだったってことか。文武両道で行こうぜ。で、あれどこ行きゃいいんだ。まだ道あった？あ、こっちか。んな、また気持ち悪い。顔がいっぱい。ちょっと反応する。切るとちょっと反応する。なんだこれは。こいつらのせいで扉が開かない。死者が悲鳴を上げているようにも見えるが、成仏しきれなかった亡者が俺の邪魔をしようとしているのか。え、どうすんのこれ。切る。炎で。燃えろ。燃えない。え、なんだ。え、まだじゃあここじゃないってこと。ん、なんか使えるアイテムないよね。ないよね。なんかまだいっぱいあるな道具。なんだこいつら。今じゃないってこと。このお風呂でなんとかする。あ、せっかくここまで、これエッチカまで来たけど何にもないな。ん、これで上がったら何かが待ってるってこともないよな。あれ、また迷子侍。ええ、はい、じゃあちょっとじゃあ今日はここまでですかね。はい、なんかすごく気持ち悪いけどまた迷子侍になっちゃうと、うん、いつ進むか分かんないんでね。はい、
ではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ。いやー、なんだよあの音量、勘弁してくださいよ。